今年は各市の地域資源を活用した100万人に届ける我が町の暑さ対策をテーマに第9回暑い町サミット2022を開会しますことをここに宣言させていただきます。地域内での暑さ対策の浸透というのをテーマに取り組みを行っております。子供からお年寄りまでオーダーメイドに熱中症リスクをお知らせする新しいシステムを開発しています。夏の暑さの過ごし方の改善につながるのかの実証実験を行います。遠く離れた駅ビルが暑い街という共通点で各地域の暑さ対策を学ぶ謎解きを楽しめます。地域の皆様と共にですね、暑さ対策、いろんなことに取り組んでいきたいというふうに願っています。100万人に届ける我が町の暑さ対策を考案発表いたします。浜松市。はい、静岡県浜松市です。お子様子供さんたちにも分かりやすい取り組みを本年はリアル版でやっていこうという、まあ、サッカー熱ですね。そんな暑い町には、まあ、暑い人もいるということで浜松市にいる、まあ、いろんな業界の暑い人にスポットを当てて高知県四万十市の皆さんでございます。ベーナスですねそれね、四万十市の、ね、名物の4万10人に届けよう四万十の暑さ対策です。8月は暑い町四万十の目玉イベントであります夏フェスを開催いたします。岐阜県多治見市の皆さんです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中小対策の見える化をテーマに課題解決のための取り組みを行っていきます。熱中症に関する学びの場を企画しました。ている小中学生がいろいろな角度から熱中症対策を学べるものにします。山形県山形市の皆さんでございます。はい、山形市です、おはようございます。水間マウジェンコップのメニューにすることを目指します。涼しいものがある場所としてまとめてツールスポットと呼びます。体感マイナス10度空間で水マンボを食べようです。熊谷市の皆さんです。こちらのグリーン家庭事業なんですけど、今年はサステナブルを重視して小学生暑さ対策アイデアコンテストを実施します。中小対策として大事なことは、住宅等の断熱が必要なんじゃないかなということがありまして、黒沢哲夫先生から暑さにどのように対策していくかコメントをいただいております。対策の一つとして水分だけではなく汗と一緒に失われるミネラルもが必要です。そこで私がおすすめするのがミネラルを手軽に補給できる伊藤園の健康ミネラル麦茶です。1時間にコップ1杯程度を目安として飲む点滴飲みがおすすめです。ここでですね、みんなで伊藤園健康ミネラル麦茶で水分とミネラルをごくごくして暑さ対策をしたいと思います。ミネラルごくごく。この夏私たち暑い町ごとしは全市民の皆さんへ暑さ対策を届けるためにアイデアと情熱で行動していきます。ごとしのパワーで100万人に届けるぞ。以上をもちまして第9回暑い町サミット2022を開催いたします。ありがとうございました。